演武開演。どうも、私のズレズレなる日常演武さんですよね。はい、そのいうわけで本日は、はい、博多駅、まあ、ここに至るまで日常とは前回の動画で説明しましたよね。というわけでまずは博多駅で食べ歩きしたいと思います。いろいろ美味しいものありそうですからね。楽しみ。こんなこと書いてありますけど本当なのかなこれ。というわけで頼んでみましたよ。タピオカミルクティーでは飲んでみます。支店には支店にはいるけど電話は出れない。ミルクティーの味がさっぱりしていて食べようかも。こちらがネットで買っていくなんか結構簡単です。梅ヶ谷餅です。あー楽しみだな。これ暑くて暑くて結構暑い暑いだけど注意。そういうわけでいただきます。スマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。